はい、どうもこんにちは、ケンジです。本日なんですけども、6月に発売されるスニーカーを紹介していきたいなと思いますよ。今年ももう1年が半分過ぎておりましてね、何発売されたかな。逆にレアなスニーカー、トラビス。俺もう全然印象にないわ。結構ね、ダンク系は結構出てたりとかするし、あ、スパイダーマンとかさ、はい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 、ラッキーグリーンとかさ、記憶失っちゃった、うん、で、6月なんですけども、まずこれでしょ。イージーシリーズの再販です。お、帰ってきました。帰ってきたイージーブースト。なんでイージーブーストが販売されなかったかってわかりますか？全然知らん。本当に知らない？うん。ことの発端はですね、カニエ・ウエストさんがですね、これも俺言ったらちょっと収益剥奪されちゃうかもしれないんであれなんですけど、そう、なんか人権問題に関わるようなことをちょっとブワー言っちゃったんですよね。まあオブラートに包んだユダヤ人なんですけども、ちょっと怒られちゃって、業界から追放されて販売停止を食らったということで、アディダスのイージーシリーズが販売されなくなりました。ただですね、やはりアディダスもですね、お金には変えられないと、大量の在庫が待ってたんですよね。っていうこともあって、今回のリリースがもしかしたらラスト、今までやった在庫をぶわー売るラストかもしれないですよね、うん、イージーシリーズね、結構復活されるんですけども、イージーブースト350が出たり、まあ僕が欲しいのはイージーのウェーブランナーってやつですね。これめちゃめちゃかっこいいんですよ。かっこいいですね。これ欲しいんですけど、まあ買わないな。ちょっとお高いですよね。まあまあでも最後のイージーブーストシリーズだから、ここで買いたいっていう気持ちもすごくわかるんですけど、まあ3万円か、ちょっとお高いかなという感じで、僕は買うかわかんないですけども、記念受験はするかも。このウェブランナーの混ざってるやつは買うかもしれないですね。こちらがね、6月1日発売予定となっております。続きましてなんですけども、こちら、じゃじゃん、ジョーンドとサロモンのコラボです。6月1日から6月2日現地での販売があるそうなんですよね。ニューバランス界で毎回とんでもないプレーを叩き出すジョーンドさんなんですけども、それと大人気モデルのサロモンの合体ですよ。これはもう激アツですね。間違いないプレーです。ただね、買えねんすわ。きっと無理だから、買うとしたら GO とかストック X でプレイで買うことになるんじゃないかなっていうね。意外ですよね、この写真を見るとですね、白ベースに青いラインを入れたりとか、すごいシンプルなラインなんですが、間違いなく人気になる一足だと思います。ちなみに定価は多分3万後半ぐらいするんじゃないかな。これはキスファンはね、欲しいスニーカーだと思うんで、ね、挑戦したいなという感じですね。はい、続きまして、こちら、ナイキターミネーターロー、ユニバーシティゴールド&ネイビーミシガンです。これ実はですね、2ヶ月前にもタイではね、販売されてたスニーカーなんですよ。マジ？そうなんですよ。あるあるですね。時差があるスニーカーでも販売されております。前回のモデルと違って、いろんなとこで販売されて、日本が最後みたいなケツを食らったんですが、今回は意外と周りは約束を守ってるなっていう感じしますね。まだ韓国とかでは販売ないし、アメリカでの販売もないので、このターミネーターは世界ほぼ同時に発売なのかなっていう感じですね。これね、人気出ると思うんですよ。ミシガンはね、ダンクでも人気ですし、ハイでもローでも人気、それプラスターミネーターは日本人大人気、ミシガンなんで、これは売れると思うんですよ。ただね、海外では人気ないんすよね。あ、そうなんだ。めちゃめちゃ人気ない。意外だな。だから韓国とかではすごく余るんじゃないかなと思います。はいはいはい、需要が高かったら韓国行ったついに買ってこようかなと思ってるんだけど、まあ買わないだろうな。相当需要が高くないと俺買わんぞっていうモデルですね。定価自体は15,400円なんで、高騰したスニーカー、ナイキのスニーカーにしては安い価格なんで、まあ、絶対日本では売り切れると思います。ただプレゼンつくかどうかわかりません。だから欲しい人にとってはすごいありがたいスニーカーなんじゃないかなと思います。こちらね、6月1日各所で販売予定です。続きまして、こちら6月6日発売予定のナイキエアジョーダン3ウィザーズですね。うちの店もお貸していただいております。今すごいプレネになってるんですよ、実は。あ、そうなんだ。日本だと4万とかになってんの。すごい高いよね。韓国ではもう先に販売されてるんですよ。だからつまらんね、この他の国では販売されてますよ、うんぬん言われちゃうと、みんなぬぬぬみたいに、え、日本遅いやんみたいな、楽しみなくなっちゃうよね。そう。ちなみにタイでも販売されてる。でもね、エアジョーダン3ね、ぶっちゃけたこと言うと、はい、高いんですよ、タイとかだと。3万近くするんですよね、定価が。日本で買えるなら買いたいかなっていうね。
パンの部分がですね、ジョーダンマーク、ジャンプマンロゴなんで、はい、ナイキロゴではないんですよね。お尻もですね、ナイキロゴじゃないので、これはちょっと人気出ないんじゃないかなと言われてたんですけども、僕の店実物あるじゃないですか、はい、めちゃめちゃかっこいいよね。かっこいい。物としては間違いなくかっこいい一足なんで、プレで出してまでは買わないかなっていう感じかな、俺は。定価で買えて、うん、まあやっとかなっていう感じのスニーカーなんで、こちらウィザーズ、うちの店でもね、スニーダンより安く売ってるんで、ぜひ買いに来てください。続きまして、こちらナイキエアージョーダン1レトロハイ OG ウォッシュドブラックです。お、時間経てば人気出そう。そうだね。でも、これデニムなんかな、素材感良さそうだよね、なんか素材感はね、これね、紙一重なんですよ。すんげー人気になるか、すんげー売れ残るかの2択。すんごい売れ残ると、すんごい売れ残ったスニーカーっていう印象が強くなって、全然人気出ないと思う。逆に、少しでも高くプレネでもついてくれると、伝説の一足みたいな扱いを受けちゃうっていうのがナイキのスニーカーなんだな。なんだな、これが。できればね、余った欲しい一足ではあるんですけど、これはね、皆さんの懐事情によるんじゃないかなと思います。見た感じはかっこいいスニーカーですけどね。ただなんかみんながそのスパイダーマンとかシカゴとかに比べると、やっぱちょっと落ち着いたスニーカーなんじゃないかなと思います。スパイダーマンとかに比べれば、高彦くんはこういった落ち着いたスニーカーの方が好きなんじゃないかな。まあそうでしょうね。もしかしたらワンチャンダークモカのような扱いなんです、ね、一足になるかもしれないけど、わかんないな。ナイキさんの数次第出たとこ勝負じゃないかっていう感じですね。こちら6月10日グローバル販売になります。これ販売されるかどうかちょっとわかんないんですけども、6月26日発売予定のナイキエアジョーダン1ハイ OG UNC2 シカゴ。前作ではすごい人気があってプレネにあったんですが、ウィメンズでしょう、 UNC でしょう、シカゴでしょう、まあでかいサイズは高くなるかな、でかさいのみかな。ギリ残るかもしんないなーって言ったスニーカーですね。お店にずっと余るようなスニーカーではないと思うのですが、難しいところですって。でもそんなプレネつかないと思うし、まあ外れても買いたかったらプレネで買ってもそんな値段つかないかなっていう感じですね。多分海外では余るな。タイとかでは多分余るとは思う。さすがにタイだったらいくらなんだろうな、2万超えると思うよ。高い、為替やばいもんね。為替がやばくて高いです。そしてこれはね、俺プレになると思うんですよね。ナイキエアジョーダン1ハイ OG ブラックと、昔つま先赤、つま赤みたいなやつが出たんですよ。めっちゃ余ったんですよね。そうなんならうちの店にめちゃめちゃ在庫として残っている一足なんですが、これも質感によってでは化ける一足なんじゃないかなと思うんですよね。以前ですね、このジョーダン1ローシリーズがすごくバブってた時あったんですよ、うん、すごいバブリーな時があったんですよ。ただね、落ち着いちゃったんですよね。だからこれが売れるかどうかはちょっとわかんないけど、でもね、高い曲になったらわかる。エアージョーダン1ロー OG はね、インドでめちゃめちゃ人気ないよ。インドとか東南アジア諸島ではかなり人気のあるスニーカーなので、そこの方々がみんな買い漁ったらすごい人気になっちゃうスニーカーなんじゃないかなと思います。このカラーリングは日本人にとっても間違いのない一足なので、売り切れるかなとは僕個人的には思うけども、今のこのブームが下火になっているのは分かんないです。売り切れるといいですね。まだ販売されるかどうか分かんないんですけども、僕が以前動画で紹介したナイキダンク SB のボーンレイズド、はい、あれがね、販売される可能性があるんじゃねえかなっていう、まだ販売されないっていうね。ちょっと遅いね。めちゃめちゃ遅い。もう6月っすよ。あれ発売されるの4月とか聞いたけど、最初全然販売されないんだけども、これも6月1日販売と言われてます。6月1日販売で今もうこうやって宣伝がないってことは、多分また伸びんじゃないかなと思う一足っすね。販売されたらラッキーっていう感じですかね。ただ僕はね、ここでね、6月一番みんなにね買ってほしいスニーカーあります。それはこちら、キスとアシックスのコラボです。5月ね、日本でゲリラ販売しました。4足ね、ピンクと黒と思えば、よく見ると緑の14かな、あとはなんかゲルカヤの1140みたいな、なんかちょっとわかんないんですけども、それが販売されました。僕はね、アメリカでね買ったので、この2足はあるんですが、残りの2足も欲しいんじゃ。海外めっちゃ高いんですけど、日本安いんですよ、アシックス。海外では買いたくないけど、日本で買いたいっていう気持ちが高いので、まあキスのコラボとかではないんですよ。キスの別注なんですよ。みんな勘違いしてるんですけど、コラボではない、別注モデル
ネルなんですけど、買いたいな、欲しいというわけですね。まあ6月もですね、結構いろんなスニーカーが販売されるんですけども、現時点での情報はあんまりうおーみたいなないので、ちょっと6月はお休みモードかなとは思うんですけども、落ち着きモードの中にも随所随所でいいスニーカーっていうのがあるので、頑張っていきたいなと思います。でですね、まあ6月ではないんですけども、7月1日2日スニーカーコン大阪、はい、これが開催される。素晴らしいですよ、これ世界のスニーカーがバーッと大阪に集まりますからね、ぜひ皆さんもね遊びに行きましょう。はい、というわけですね、ここから宣伝です。これから2時間3時間4時間後スニーカーくじやります。イエッ、あれ源氏くんこのままやったんじゃない。そうなんですが、6月のスニーカーくじというわけで今回やらせていただきます。今回のラインナップ、今回はですね、この高彦くんが真剣に考えてくれたラインナップなんで、これは熱いっすよ。大当たりはこちらティファニーですわ。熱いっすよ、これは激熱です。僕たち考えましたよ、ティファニーしかねえなみたいな。ちょうどいいスニーカー、ティファニーなんですよ。まあ、5月販売されたこのサンダーとかさ、スパイダーマンとか、クロットとかね、スカイフライみたいなダンクとかも、まあ、5月販売されたエース級のスニーカーを入れさせていただきました。本当はね、コービー入れたかったんですよ。あー、はい、はい。コービー入れたかったんだけど、プレゼント企画で使っちゃったから、もうないんですよね。コービーはマジでね、いいスニーカーです。今回のトップ3はこちら、ブラックファントムですね。トラビスのブラックファントムと、はい、ナンバー2がこの LA2 ショーですよ。来ましたね。ナンバー3がスパイダーマンですね。前回のくじのナンバー1は21チケットでトラビスだったんで、はい、おめでとうございますといった感じですね。多分当たりは、あ、なるほどねっていう感じだと思うんですけど、皆さんね、肝心の外れなんですよ。今回口数が半分ぐらいで330口、はいはい、それが6000円なんですけども、当選確率がボンと上がってるわけなんですよね、1人当たりの。そうですね。今回のハズレはシューレース2個セット、はい、プラス割引券 5%、はい、プラススタンス T シャツコレクションです。こちらです。あ、それか。まあ、これじゃないんですけど、写真ね、出させていただくんですけど、スタンスさんの T シャツコレクションをですね、景品として入れさせていただきます。というのもですね、僕たちのお店ね、スタンスをね、取り扱ってるわけなんですよ。はい、その中で、決算期というわけで、在庫をあんまり持たせたくないなという意味も込めて、はいはい、これ T シャツ1枚5500円ぐらいするんですよ。あ、定価はそうですね。そうそうそう、5500円で、シューレース2個入ってて、5% 割引券も入ってて6000円なんで、まあ、お得かなと。で、しかもこのスニーカーが当たるし、はいはい、できる限り豪華にさせていただいたので、ぜひね、2、3時間後のこのくじ参加していただきたいですね。 YouTube の動画見てる人からするとやっぱり批判のコメントっていうのはやっぱり多いんですけど、はい、実際やってくださるお客さんで結構満足度高いんですよね。かなり満足度高くなってます。僕も学びました。もう満足度の高いものしか僕はやりたくないので、夏には結構いいんじゃない、かなり使えるんじゃないかな、ね、で、毎回ね300口ぐらいだったらくじ始まって前が4分ぐらいで完売したんで、今回も相当な争奪戦になると思います。だからメニューバイとかもそんな買えないと思う。多分そうだ ね10枚とか多分買えないと思うから、なおさら熱い、ね、そう、なおさら激アツな感じになっておりますので、こちらの方で、ね、皆さん狙ってみてください。外れたとしても定価で買ってるのとほぼ変わらないものなので、ぜひ挑戦してみてください。そんな感じですね。僕自身6月はアシックス全コンプ狙っていきたいです。マジっすか。まあそれよりもスニコンですわなって感じです。6月もね、皆さんね、スニーカーライフ楽しんでいきましょうというわけでね、今回の動画終わりたいなと思います。この動画いいなと思ったり参考になったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。こんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。